ハヤトの野望チャンネルへようこそ。皆さんはガチョウになって人類に復讐したいと思っていないでしょうか。僕は毎日のようにね、人類に復讐したいな、ガチョウになりたいなと思っているんですが、今回もね、アンタイトルドグースゲームの続きからプレイしていこうと思います。というわけで今回もねやっていきましょう。さあ行くぞ、人類に復讐するんだ。わさあ、なんかここ破れそうじゃないか。あ、いけそう。よし、壊せ。いけるじゃねえか。また破壊をしてしまったな。なんか民家あるね。こんにちは、アマゾンです。アマゾンですよ。絶対違うだろ。なんか他には何ができるんだ。これなんかこうついばんだりできない。こうか。やったー、なんか手に入れた。これクリケットかなんかの棒かな。とりあえず嫌がらせしとこう。よっしゃー、ボールゲット。新聞を読んでるサラリーマン風のお父さんがいるのをこっち見てるな。今回何をするのが目的なんだ。高価そうな花瓶を壊す、紳士にお茶を吹き出させる、リボンでおしゃれにする、紳士を裸足にする、お洗濯する。難しいな、ちょっと。とりあえずこいつにお茶を吹き出させてみるか。どうすればお茶を吹き出すかな。うわー、ガガガガダメか。びっくりするかなって思ったんだけどな。とりあえずパイプ盗むか。イエーイ。お、どうした。おっちゃんどうした。探してる探してる。奪い取っちゃったけど、これどうしようかな、これ。隠しとこうかな、じゃあ。よし、ここに捨てとこう。絶対来れないもん、これ。お、なんかまだいけそうじゃない。まだ取れそうじゃない。よし、今だ。全てを奪ってやれ。はい、奪いました。全てを奪ってやる。貴様の全てをな。なんか、このままこいつの全てを奪って、最終的にはなんか、地位とか権力とか、最後になんか記憶とかも奪ってしまいそう。自分が誰かもわからなくなって。ちょっと何してんのかよくわかんなくなってきたな。てか、何が目的なんだっけ。おじさんいじめることに躍起になってる。お茶を吹き出させる。待って待って、お茶を吹き出させるがさ、カップがないと無理じゃん。返してやろうよ。はい、返してあげる。まずちょっとルールを把握しよう、先に。ちょっと探検。お、水辺あるじゃん。あー、癒されるわ。ちょっと水飲めないの。ぐわぐわぐわ。ここで一体何をすればいいんだ。で、これはなんだ。あ、なんかあるよ。これは、はい。あ、あ、通れるようになった。やったね。これはなんかバラ。バラ。あ、ロープが開いちゃってるわ、みたいになってる。ごめんね、ちょっと通るよ。あー、これ閉じ込められちゃうかも。やめてくれる、おばちゃん。とりあえずなんかこう、破壊工作をちょっと繰り返してみよう。今回広いな、フィールドが。あ、彫像あった。これか。これをドレスアップする。え？これはなんだ？あ、これは。うわー、お茶吹き出した。吹き出した？吹き出してないの、これ。ダメ？あら、やーねー、みたいになってる。このシステム何のためにあるんだろうな。タイミング良くなかったかな。今だ！おー！へへへへへ。あ、めっちゃ怒ってる。ごめん。悪気はないの。悪気はないんです。あ、おほる、喧嘩になっちゃった。喧嘩してるうちになんかできないか？リボンでおしゃれにするってなんだ？リボン？あ、こいつ、あ、リボン！これか！おしゃれにするってどうやるの？あ、バレちゃった！ごめんなさい！これください！これを自分につけてほしいってことを。つけてくれるかな、おばちゃん、これ渡したら。おばちゃん、これ僕につけて。おばちゃん！おばちゃん、だー僕につけてよ。ダメ？ダメか。自分で負けないよな、これな。あ、ちょっと分かったかも。こうしてさ。あ！あ！こうして、岩だ！こういうこと？明らかに動いてるけど。いて、お、あ、ダメだった。この像をもうちょっとうまく隠さないとダメなんだ、きっと。立ち位置悪かったかな。まず、これを隠す。そして、こいつを加えて隠せ！見つからないところに。ここなら見つけられないだろう。よし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 。ちょっと待って、今ちょっと蹴っ飛ばしちゃったけど。で？来た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 ！あ、外れてるわ！からの？おっちゃん来ちゃった、おっちゃん来ちゃった。違う。そうじゃない、そうじゃない。あ、見るなよ、あんま見るなよ。見てくれるなよ。違う。もう一回、さっきちょっとおっちゃんに見られてたかも。
はい、完璧です。これなんかかがんどこうか、こうやって。お、なんでなんでお前も首動かすんじゃねえよお、めちゃめちゃ動いてるし。あ、ちょっと待って、ここで右クリックしたらポーズ取る、そういうことか。おばちゃんこれ、おばちゃんこれ、わかりました、わかってしまいました。よし、完璧ですオッケー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 、これで、はい、来た。これ節穴かよおめえの目は節穴かよおお、おばちゃんびっくりしちゃった、ごめんねごめんね。あとは、胸像のドレスアップ、高価そうな花瓶を壊す、花瓶壊すか、このことだよ、花瓶って。これあんまり高価そうでもないけど、どうやったら壊れるかな、なんかあのハンマーで殴ったら壊れるかなって気するんだけどおっちゃんまた吹いてんだけどこんなん笑うしかないだろ。え、壊すって、あ、なんかここやられそうじゃないか。おい、飛べよこれぐらい、そんぐらい飛べるだろ、お前鳥だろもうダメだよ、本能がないよもうこの鳥には。やばい、全然わかんないかも。なんだこれ。お、お、はあ、やったー、通れるようになった、来た、これよし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 、戻ってきました、おっちゃんとこに戻ってきました。つってもなどうしよっかな、あ、リボン取られた。あ、こうしたらリボン渡すんだ、どうしよっかな。あ、帽子、この帽子をあそこに持ってってみよう、ゾウのところに。やばい、おっちゃんが来る、やめろ、取り返されちゃう、やばい、あー違うの、あー、めっちゃ怒られてる、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、あー、これ難しいな、これだいぶ難しいな。はい、帽子を取り戻さない、来た、これよし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 、オッケー、いいよ、この帽子をこの像にかぶせればドレスアップなんじゃないの、違うの、違うみたいドレスアップって何、胸像のドレスアップを手伝う、どう手伝うってなんだよ帽子じゃねえのかよ、じゃあもうこれいらないよ、ゴミだよこれ。ドレスアップって言われても、あ、え、まさかまさか、はっ、来た、これ、おお返してやれよ自分とこの像にかぶしたんだけどでもこれまだ終わってないんだよな、なんかまだもっと取ってこいってことかも。じゃあ次メガネ取ってくるか、シュッ、あー逃げろーってなんで気づかないんだ気づいとけよ、ちょっとこの辺でガーガー言って、さあこっちだ、こっち来い、こっち来い、今だー、あー、バレてるバレてるよ、急いで、よし、あ、帽子見つけた、帽子見つけてた今、おっちゃん、いいぞ、持ってきたぞ、これをまたここにこうして、おばちゃん取ってきたよって共犯者共犯者おる、よし、おばちゃん取ってきたよ。あら、メガネ増えたわね、絶対わかってる、このおばちゃん誰のメガネなのかでも返さない、返す気はない。あ、来た、これ、え、まだ終わりじゃないの、もっと取れってこと、任して、盗むのは得意なんだ。え、あと何盗めるの、でももう盗めるもんなくない、あ、パイプあったな、これか、よしよしよしおばちゃんこっちだよ、おばちゃんこっちこっちこっち、取ってきたよおばちゃんこっちだよ、取ってきやしたぜ、返せよおっちゃんに返せよよっしゃー、ドレスアップ OK、 次は次は紳士を裸足にするって、なんで裸足にするか、じゃあ、え、でも裸足にするってどういうこと、危険のよっとして、やったよし、今だ今だ、急げよし、じゃあこれもここに、よし、どんどんおっちゃんの持ち物がなくなっていくなこの状況でよく新聞読んでられるな、それにしても全て奪われるぞお前いいのか、いつまでも搾取される側で、どんだけ新聞気になるんだよ、何書いてあるんだろう、あ、ごめんなさいごめんなさい、違います違います違います、違います、通りすがりのダチョウなんです、取れない取れない取れない、え、ごめんなさい、違うんです違うんです
違うんです何も違わねえけど何一つ違うことはねえけど、今いけるか、これ多分地面についてるからダメなんだな。これ今のうち屈伸で首鍛えとこう。人類に復讐するために努力は欠かさない。コーヒー飲んでるときは右足が上がるかも。来た、よっしゃーよし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 、オッケーオッケー、いいよ悪いな。あと花瓶を壊すっていうのがあるな。高価そうな花瓶を壊す、絶対これなんだよね。どうやったら壊れるんだろうこれ。壊すって言われても、ああしまった、あごめんなさいごめんなさいえロープの方が気になるの。やった、こっから落とせば割れないかな。えい、割れない。え、どうしようどうしよう、これどうやって壊そう。え、あ待て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 、なんかさ分かったかも、これだ多分、これで殴ってもらえば割れるだろう。おっちゃんにこれを見せで、めっちゃいやらしく殴る、ガガガお前バーカバーカ、これでもうかなり怒ってるから、さあ割れ割れ、え割らない、壺を持ってどうすんの。あー手渡せよなんでそうなるんだよいやそりゃ割れちゃうよ。じゃあ知らんよ、もうなんかすまないね。あとバラを誰かに切らせる、あこれここだよね。ああー取ってある取ってある、こういうことか、ここにバラを持ってくればいいのか。よし来た、よしおばちゃん今だ今だ、きれいきれいきれい、植木鉢を、よしよしよし、はい持って、はいシャク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 、それ絶対わざとだよね今もう直で狙ってたよそのなんかわざとじゃない感出すのやめようよ。人間のとても汚いところを見ました。やだな、人間になりたくねえな。さあもうここには用はね、じゃあな、かわいそうなおじちゃん、あとやべえおばちゃんじゃあね、最後にちょっとお別れの鐘を鳴らしていくかよし脱出だ。さあ次に向かおう、次はどこだ、こっちか。あー家に入っちゃった結構無茶した感あったけど、荷物あったよ、これ誰の置き配盗んじゃうやつあこれ隣の家、人の家に持ってっちゃおうこれも取って隣の家に入れちゃう逆に入れちゃうやつ、あ入んないや。あさすがにガチョウだからなんて書いてあるのか読めないだろうな、手紙やな。次の目的地はどこなんだこれ。そしてあなんかここ開きそうだな、お開いたぞ、あっちこっち、広くてよくわかんないな。